いうこと、お前らと一緒っていうのはそういうことよ。うん、和道のどこに惚れたのか、俺は聞いたことあるから、じゃあ彼女に聞いてみるか。じゃあやろう。はい。え？持って。あ、戻ったの？うん。え？待って。何？いや、コメント読めない。コメント。後ろ、コラボ、あ、かまってちゃんと見た。声かわいい。ただいま、リスナーの皆様お疲れ様です。彼女さん、大丈夫、大丈夫です。てるてるさん、いらっしゃい。生主になったね。生主になった。いらっしゃいって言っちゃった。そう、いらっしゃい。うん、お、ダフェヤだ。ダフェヤさん、いらっしゃい。何でもいいよ、別に。包み隠さず何でも、自分が言っていい範囲で何でも答えていい。うん、帽子はつけた方がいいと思う。帽子？フードでしょ。あ、そうか。フードつけてな、だって。こんばんは。あ、ミールさんこんばんは。たくみさんこんばんは。たくみさんじゃない、くみたん。あ、くみたん。くみたんだ。あ、髪切った、髪切った。嫌なこと嫌って言っていいよ。マスクしてたら。そこにいるの変だぞ、だって。変ですか？変ですか？いや、俺はどっちでもいいよ、別に。自分が一番リラックスできる方法でいいんじゃん。うん、変すぎるよ。あ、シャカ来た、シャカ来た。どこかな、どこだろう。うーん、なんかかっこいいとこです。うん、おいで、シャカ、シャカ、シャカ、おいで、シャカ。シャカ、おいで。彼女、なんて呼んだらいい？博士。え、博士？博士でいい。おいで、シャカ。精神年齢、え、精神年齢、精神年齢は高いです。そうか。うん、魔法使いなんで、あの200歳ぐらいはいってると思うんですけど。おいでしたか。ああ、そうだね、焼き餅焼いてるね。うん、そこおいで。うん、入った。今日は何回戦したいですか？和田さんは優しいです。おいでですか。おいで。ダフ屋さん、あ、ダフ屋さん、はい。それで、あ、でもなんか、なんか欲しいとか言ってたよね。言ってなかったっけ。怒んないでくださいね。イライラしちゃダメですよ。さか。さか。さか。おいで。さか。くみたん、いや、気持ち見て。あ、うんこしたろ、新しく買ったディスプレイに。うん、おいで。前にこれ
され来てみて普通にソファに座りなよ。あ、でもここも意外と楽ですよ。焼き餅入れてんの。ありがとう。綺麗にしてくれてんの。そっか、もうすぐ4歳だね。あ、すごい。あ、そうなんだ。同い年だね。長生きするといいね。文鳥かわいいよね。文鳥大好きだよ。何したか。お前かわいいもんな。今、とやきで、羽抜けまくってるんですよ。もういい？うん。ありがとう。山梨だった。った、うん、難しいでしょ。なんでお腹痛くなるの。なんで？さか。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。